ここいない、ここにいない、あ、彼女の前にいない、で線を外していなくなる、それが優先、何やってもいなくなるっていうね、いなくなる、で転換で、ここ、こういうとこ気にしてるとできなくなっちゃうから、こう気にしないで、こう自分だけいなくなる、いなくなるのいいんですよ、いなくなる、でそういうのやってるんですよね。じゃあ少しやってみましょうか。でずっとやってるんですよね、これ50年もやってるんだけど、全然できねえやってやってるんだけど、これ上手い人に持たれちゃうと思う、必ずこうなっちゃうのね、でいなくなれないの、彼がこう感づいちゃうから、彼が感づいて、こうやってやるとほら感づいてるね、感づいてるんだよね、なんかやろうとした瞬間に感づいてる、でそれをやっぱり捨てなきゃいけないの、だから捨ててこうなんか知らない、ここ知らねえよって関係ねえよってこうでもいいんだけどさ、これをこう下からやろうとするとこうなっちゃうの、だからこう持たれてきて、その持ち方によって違うんだけど、気にしないで何しろこう入っちゃう、で手は自然と、手はこう作あんまり作りすぎってやらないのね、こういう状態だ、こうやってやるとこうなっちゃう、だから感づかれちゃうから、だから感づかれないようにこうでこう入ってきてる、そのままあのやるとかね、いなくなってこうで下と下と下下で稽古してるんですね。でこれできるようになると多分全部できる、だからやってんだけど全然すみませんでした。やりましょう。したね、これエッセンスだと思うんだけど、技のすべてのね、できないから。もうちょっとこうね。気にしてないの、ここね。気にしたらこうなんて、ほら気にしたらね。だから気にしないの。こうどうぞ、気にしない練習だから、気にしない練習だと思ってやらないと気にしちゃうから、じゃあ少しもう少し長いことやってもできないっていう、あっっていう話ね。そしてこうどっちかどっちか、こっちでもいいしこっちでもいいし、こう切れたらこっちでもいい、あの気にしない、要は気にしないことだから、気にしないのね、入ってきたら切れちゃったって全然気にしないの、気にしてないの、気にしてるけど後からこうつなげてくれば、こう自分の位置ね、自分の位置でこうこうやって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 来たら切れちゃうの、自然と、で彼が気にしないと、気にしないとこう取りに来たんだけど切れちゃった、こういうふうに気にしてないから取れちゃった、そしたらこうね足だけ下がればこう後ろもらえるね、でこれ切る、こう後ろもらって気にしてないっていう感じで、彼 何してくるか分かんないけど、そうしたらすぐやるのね、すぐ下とかで気にしてないけど、気にしてないけどすぐやるの、さっき荒川先生やったけどさ、荒川先生、あの荒川先生はね、ポンってこうすごいね、あの水平に動いてすげえなと思ったんだけど、僕らはね、こう来たらね、ボンってぶつけていかない、ぶつかっていかない、こうにやっつけに行かないで、こうにほら、なんていうのかな、まあ、逃がしてるって言ったな、ぶつからないようにしてるのね、なるべくこうやって、こうやって、ぶつかってないよね、あの、武道的にやると、こう、パンってぶつかって、こうね、けどさ、そういう話、まあ、いずれにしても、まあ、脱線しちゃいましたけど、切れてもいいの、切れてもつながってるから、これ、そして気にしないでなんかやる、そう、気にしないのが最優先っていうから、そういう感じで少しいろいろね、こう気にしない、おお、気にしない、気にしない、気にしちゃうと足とか止まっちゃう、ちょっと硬くなる、気にしちゃうと。気にしてないからもう自由に動けるで、気にしない練習だからと思っていろいろ何かやりましょう、ね、気にしない、ここ気にしない、こういうとこ気にしてない、で気にしてるのは気にしないってこと気にしないのはすごく難しい、気にしないでこう何かやる、気にしないで何かやる、気にしないで何か
全然こう気どうなってどうなってても気にしてない。で気にしてないですぐなんかこうやってそういう稽古ね。すごく難しいから、みんな片稽古だとこうやって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 やりましょうっていうみたいなんでしょ。でそうすると気にする稽古してるんですよ。みんなこういうとこ気にしてやりなさいって、資格もらいましょう、どうしますじゃなくて、資格、まあ本当は資格もらわなきゃいけないでもさ気にしないで、まっすぐで姿勢大事で、まっすぐ自然とあるから旅行ね。じゃあちょっと気にしないでいろいろやってみましょうか。気にはしてないんだけど、なんか決められた技、例えば小投げやりましょうって、で、あの彼の普通はこう持ってくるんだね、小投げの。これ一番あの正常な形っていうか、正面打ちとかいろいろあらかじめ使ってましたけど、正面打ちね、こうあとこう持ってくるとか、あと両手と手とかいろいろありますけど、全部同じですから、何しろ気にしない、気にしない。そしてここに手があるから、気にしなければ手あるんですよ。で自分が足っていうでしょ、だからそれをこう回ってきた、そういう形ピュンってピュンって、気にしないでピュンって、気にしないでこうあるからピュンってこうやって回ってドンパンこうね、そういうのはいいし、あんまり手をこうやって、これ気にしてる形、形通りだ、形通りだ、こう入っていくとかじゃなくて、気にしないでこう、人は手があるから、手があったからこういう隙間つけてこう出てきた、そういう形ね。この隙間、この隙間こういうふうってこういう、であんまり手とか気にしてない、ここ気にしてないですよ、手があるからこう回ってきて、こうじゃあちょっと形で、あの、まあ、正面でも何でも今小投げって言ったんですよね。でみんな小投げじゃないことやってたらすごくいいなと思ったんだけどね、あの気にしてこう手があって、この下小投げの形ってさ、この下くぐってさ、なんかやらなきゃいけないと思ってるからね、みんなこう傾いちゃう。で気にしてなければさ、優先順位っていうのがあって、自分がやられちゃったら終わりなんだから、あの自分がいつも安定してて、で塩投げできなかったら切ってそれボカって塩投げできないんだから、だからこうこう浅い流してこう下がると全然こうやってやったとかさ、塩投げって言ったんだけどね、できなかったらどっちが優先かって言ったら、絶対塩投げやんなさいって言ってるわけじゃないの言ったけどさ、言ったけど、だけどみんな違うことやってたよね。だからそれすごくいいことだと思う。であの一応塩投げやろうと思っても必ず気にしないんだけど、気にしちゃうの、パッと、うん、やっちゃうの、ずっと傾いちゃうの、だからそれの練習なのね。で傾いたり止まっちゃったりするの必ず、でそれに気づくのが練習なの。気づかないとやり続けちゃうから、パッと傾いたまま、だからああいけねえなって、ああいけねえなってなった時に、ああいけねえ、気にしなきゃいいじゃん、で気にしないでこっち回ってこようって、そうになればね、あのなんていうの、塩投げもできるし、他の技もできるし、自由に体も動く、使えるっていう形なの。だからあんまり塩投げやりましょうってこうやってやらないのね、気にしないのが優先だから、で優先順位まっすぐで、塩投げ隙間がここありました、歩いてこれます、だからこう今来たんです、そういう話だなんだよね。だからあの塩投げやろうと思うと固まっちゃう、固まっちゃう、いついちゃう、いついちゃう、いついてこうやっていついちゃう、こうやっていついちゃう、だからいついた時にやめる練習なのね、やめる練習、だから一挙でもいいし、一挙でもいいし、なんでもいいや、ね、こうやってやって耳投げでもいいやね、耳投げでもいいし、耳投げでもいい、要は優先順位が何かってことを考えて自分で稽古して組み立ってもらわないと
塩投げやりましょうって言って塩投げやってたね。それ何の練習にもならないから、自分のどうやってここをやらないように関係人やっていうふうにできるかって、そういう話だからね。じゃあどうしようかな。あと、まあ塩投げをやろう。じゃあ今度じゃあイニング投げでやろうか。君らはイニングね、こうやってイニングしようかな。で、こう崩れて、ね、起きてこなかったらさよならでいいんだから、別に形通りやらなくていいの。要はイニング投げも塩投げも何でもいいけど、気にしないことなのね、彼らの存在で。僕はこっち回ってきた、そしたら繋がってからこう崩れてきた。で、いいところいた、いいところ光るの、ずっと四角にいた。で、自由に動いた。そしたら彼崩れて、で何もしてないんで、彼に応じて自由、何もやろうとしてない。こうやってったら崩れちゃうから、自分自身が崩れちゃう。それより何ちゃうかな、ほら、自分自身が崩さないで自由に動くって、それが自由、まあ、そのためにじゃあちょっとリミナルやりましょう。で、もしぶつかっちゃったら、あ、いけねえって気がついてね、他のことを考える。片手持ちとかいろいろあるんだけど、正面打ちっていうのはもう、なんでこれ正面打ちいいかっていうと、これ攻撃してくる形だから。これだとね、固まってきてね、こうやってこれやってこなかったら何もしないでいいので、やってくるから技になるんだけどね。これだともうこれもうスタートしてるから、こうやって打って、でここにいたらやられちゃうのってことは、これ攻撃の形あるよね。と練習ね、練習としては攻撃の形、これだと攻撃の形じゃないの、本当のこと言って。で、彼が攻撃して、なんかこれやって、攻撃してくるからなんか攻撃する。そういう形だから、普通は、だから持たせたら、もう、両手持ちでも何でもそうだけど、持たせちゃうと、持たせて、何もしないでギュッて固まってるとね、何もしないで、いいの。こうやってグラン、何もしないでね、何も来ないから。で、彼が動いて初めて何かやって、もう動いたらほら技になったと、そういうふうにやりたいわけ、本当のことして。でも正面打ちはそうじゃなくて、ここにいたらボーンってここが来ちゃって、ここにいたらやられちゃうんだから、だから優先順位として来たら外れなきゃいけないの、こうやって外して線外さないと当たっちゃうからね。で、彼の攻撃の形でこれで、こっちに逃げるか、こっち、ね、この2つあるわけ。それで、あとは、振りかぶってきて、ああ、当たるなっていう直前じゃないと追っかけてくるから。最初にこうやって逃げてくれば追っかけてくるんだよ、こうやって。ね、必ずね、追っかけてくるよね。だから、標的見せろとかってよく言ってんだけど、標的見せなきゃいけないの。標的、あ、ここですよって教えてあげて、で、打ってきたら、いなくなったって打ってきて、当たる寸前にいなくなる、当たる寸前にいなくなるって、こういうふうにやっちゃうわけで、これ攻撃の形で、抵抗方法としてはすごくいいわけ。ボサッとしたらやれちゃう。で、打たせてこうね、それでそのままこう出ていくとかさ、いろいろあるんだけど、気にしなければできるって形だ。これも打ってきて、バーって気にしたらやられちゃう、次の瞬間ね。だから気にしないで、こう、こうやって、はい、そして落とす。これ気にしないで、こう入って落とす。これも気にしない練習。ちょっとね、こう、気にしないで。こう、打ってきたんだけど、そこから避けなきゃいけないんだけど、避けて瞬間、なんかやる。避けた瞬間何かやる、ボンボンボンって何かやる、そういう練習ね。じゃあちょっと今度は攻撃してもらって、正面打ちで
これ分かりやすいからでちょっとやってみましょう。気にし、しないのが前提ね。気にし、予定してこうなんかこうなんかこう四方投げとか予定してんじゃなくて気にしないんだけど、気にしないで、あ、ごめんね、ちょっと難しかったけどね、気にするな、次ね、今ねこうやってこうね、こう手があるから予定通り四方投げ今度やりましょうって思ってるの。だこう来てこういう形だな。で自分まっすぐ気にはしてないんだけど気がついてるだけ、気がついてるけどこう来てこう入った入り身投げだったらこう来てこう来てこういうの落とします。そしてここに入ってきてこうね、一球だったらこう来てここに入ってきた、そしてこうやった。そういう自分の思い通りっていうかな、気にはしてないんだけど自分の思い通りやる、気にはしてないんだけど思い通り、思い通り、こういうふうに、そういうことをちょっと稽古してねやってみたいと思います。じゃあ思い通りちょっとやってみましょう。それでは座ってこっちやりましょう。もう時間だけど気にしてないの、気にしてないの、気にしない練習なのこれ。これもうこれここほら気にしたらこうなっちゃうんだよね。いや気にしないの、これ気にしだしてるって言って、もう気にしないの、これ全然気にしてないの、こうやってそういう風にやってほしいんだよね。みんなこうやってここ気にしてっから、これなっちゃった、バーッなっちゃった。気にしないのか、気にしない、気にしないよって意識して気にしないようにしないと気にしちゃうから、あの自然に行くとね、必ずバーッてそういう練習してるから、子供のうちからそういう練習してるの、気にしなさいよって練習、持たれたら気にしなさいよって練習してるから、その逆やるだけだから、あの相手がね、こうやってこうやって、だから気にしない練習、気にしない、持たれてるのか、ヨットから持たれちゃってもさ、気にしたらできないんだよね。気にしないのか、全然気にしてないのか、ほら ヨット殺しないの、もう気にしないの、ほら気にされてだから彼は気にしたの、自分のヨット殺したいから彼は反応して、だからここは寄り所してないんだから、ラブラな、ラブラで これやろうと思うと、やろうと思うと彼は反応してほら成功してくるんだよ。実はやろうと思わないで、これ自由で寄り所作らないと思って、彼の様子を見ないで、自分の頭にも書いてるから、終わってくる。そういう話なんです。頭書くとかね、なんか違うこと考えてやった方がいいよ。ああ、そう。じゃあ終わりましょう。